こんにちは。ST マイクロエレクトロニクスの唐沢です。ST が開発しておりますデジタル電源ソリューションとその開発エコシステムについて説明させていただきます。ST は STM32 マイコンを使用した高電力、高出力、デジタルパワーソリューションを多数開発しております。こちら、3層 30kW の PFC になります。こちら、超高効率 99%を超える2キロワット 3, 3チャンネルインターリブの ZVS トーテンポール PFC になります。こちら SiC MOSFET を使用した3.6キロワットトーテンポール PFC です。こちら3キロワット LLC コンバーターになります。このようなリファレンスデザインをもっとお客様に有効活用していただくために、ST は E デザインスイートデジタルパワーワークベンチというシステムを開発しました。 このソフトウェアはブラウザーベースのソフトウェアになっておりまして、誰でも st.com にアクセスすることでご使用いただけます。また、このソフトウェアにより、FET の選定や基本的な特性のシミュレーションから各種パラメータの設定、ソースコード生成までを一気通貫で行うことが可能です。これが eDesign Suite デジタルパワーワークベンチの実際の画面です。回路の概要、ボム シミュレーションデータ損失打ち分けなどが表示されますこの青いところをクリックしますと各条件を設定できるウィザードが開きますここではパワートランジスタを変更したり各フィードバックループの設定やファームウェアの乗数などを設定可能です設定が終了しファームウェアダウンロードをクリックすると STM32-KubeMX にてファームウェアを自動生成できる .ioc ファイルがダウンロードできます 現在、この eD d e s i g n s u i t デジタルパワーワークベンチに対応しているアプリケーションは ZVS テンポール PFC3kWLLC コンバーター 15kW の3層のウィン型 PFC とその双方向アクティブフロントエンドになります。来年までにさらに10個ほどのアプリケーションに対応する予定です。これにより、単方向、双方向などさまざまなアプリケーションに対応することができるようになります。 以上、ST が誇るデジタルパワーリファレンスデザインとその開発エコシステムについて説明を行ってきました。このようなデジタルパワーリファレンスデザインを用いて、これからの低炭素時代、ST はさらに挑戦を続けていきます。詳細な情報が必要な場合は、ST のホームページのリンクを参照ください。